始めましょうか。通常シグナル配列を N マッタに持っているようなものはこの小補体膜結合性リボソームで合成されて、でこの中に小補体の中に入って、この中に多種多量に存在する分子チャペロンの改造を受けて高次構造を形成すると。で高次構造を形成したものが高次構造を形成したものが細胞膜に到達したり、細胞の外へ分泌されたり、もちろんここは小胞位相ですけどゴルジ体を通って3層からなるゴルジ体を通って細胞膜に到達する、あるいは細胞の外に出ていく、あるいはまあリソソームに行くという、こういう分泌経路にと入っていきます。まあでもいろんな、まあ、小胞体ストレスって、まあ、まだ実態よくわからないと思いますけど、こう小胞体ストレスと総称されるような状態ではこの高次構造形成がうまくいかない時があります。これ具体的に何か、別にストレスっていうとなんか外からストレスをかけたように思うけども、そんなことはなくて、最後論文読んでもらう時なんかメダカなんかに使ってやってるのは、受精卵からだんだん体が発達していって胎児となって生まれてくるまでにやっぱり生理的に小胞体ストレスって起こるよね。タンパクをたくさん作る、特にタンパクをたくさん作らないかの時には普通の量のシャペロンでは足りないという現象が起きて、シャペロンが足りないと高次構造形成がうまくいかないというような、そういう状況も起こってきます。では具体的には実際論文を読んでも、まあ、1月になってからになると思いますけどね、論文を読んで、理解してもらうのがいいかもしれない。でこの構造異常、タンパクの高次構造がおかしくなった異常タンパクが小胞体の中に出てくると。でこれはその構造異常というのは細胞にとって厄介な問題なので、これをこういう状態になったらそれを元に戻そうとする、やっぱり恒常政治機構が働くと。ということで分かったのは、この小胞体ストレスという情報が核に伝達されて、普段から高次構造形成を助けているシャペロンを転写レベルで誘導すると。でシャペロンが増えてきて、メッセンジャーが増えてきて、そのメッセンジャーはやっぱこの小胞膜結合性リボソームで翻訳されるので、またシャペロンがこの中に増えてきて、シャペロンが増量されて、その結果、まあ、高次構造形成能力が高まると。で全体的に異常タンパクをなるべく治そうとするという方向に行くと。だこういうシステムを、まあ、小胞体ストレス応答という言い方をしますけども。